皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントは高安切り上げです、ということで3月12日金曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終わり値は 29,717円83銭、昨日比プラス506円19銭大幅続伸となりました。今日のポイントであります高安切り上げについて、5分足チャート、日足チャートにて見ていきましょう。こちら5分足チャートになります。昨日のニューヨーク市場は上昇となりました。ダウは 0.58% プラスということで5営業日続伸となりまして史上最高値を更新。S&P500 もですねプラス 1% と1ヶ月ぶりに史上最高値を更新。ナスダックはですねプラス 2.52% ということで大幅な反発となりました。アメリカの長期金利上昇に対する警戒感が和らいだことから3指数いずれも陽線次元となりました。その流れを受けまして日経先物も買い優勢。日経平均はこちらプラス76円10銭となります。29,287円74銭と買い先行スタート。瞬間的にですねマイナスをつける場面もありましたが下値を支えられ即プラス圏となりました。その後は買い優勢の展開が継続して全日経はプラス277円10銭と29,488円74銭で終えました。で5番もですねこちら買い優勢の展開が継続し一段高となりました。売りに押される場面なく高安切り上げ、結果プラス506円19銭の 29,717 円83銭と終値ベースでは2月25日以来の水準となりまして S 値メジャー SQ ですね S 値 29,282 円を難なく通過で着地をしたということになります。次に冷やしチャート見ていきましょう。こちらです。現在ローソク足は上向き75日線の上に、そして、昨日まで25日線の下にありましたけれども緩やかな上向き25日線の上に位置しまして一目均衡表三役好転中、そして価格帯別売買高上に大きな重しとなるものがなくマックリーは本日ゴールデンクロスに切り替わりました。トレンドですね高安切り上げが継続して、引き続き上昇ということになります。でこう直近でですね3月の下落分を下引け要線出してからを見ると高安切り上げ、この流れですね短期トレンドは上方向に向いてきたということになります。次に週足チャート見ていきましょう。こちらです。本日で今週分のローソク足が完成しました。で先週の陰線ですね比較的大きな陰線を包み込む陽線が次元しました。4週ぶりの陽線となります。現在上向き39周線の上にローソク足が位置しております。一目均衡表は三役好転中、チャートは高安切り上がっている状況となります。週足の目線は上目線継続は上昇となりますが依然としてですね週足のマック D はこちらデッドクロス中となりますので警戒が必要また必要となります。次に月足チャート見ていきましょう。こちらです。上向き24ヶ月線の上にローソク足が位置しておりまして一目均衡表は三役好転中、バックリーはゴールデンクロス中ということで方向ですねトレンドは上昇となります。以上から来週月曜日以降の日経平均の上下値目処はこちら変更しまして上値目処は2月16日につけた高値 3,714 円52銭まで、下値目処はこちら切り上げまして3月の5日の安値 28,308 円57銭までを見ており、来週の戦略としてはですね、日足は買い戦略、週足は様子見、月足は買い戦略、すべて揃っておりませんので、様子見、もしくは個別の状況を見て短期勝負、あるいは例に特化していただくと良いでしょう。さて、デイトレードにおきまして、今日皆さんいかがでしたでしょうか。昨日挙げました今日の注目銘柄、動きましたね。特に朝一番の 3913S メディオは激しかったですね。
上げてからの約100円下落後に200円上げる強さ。あ、ちょうど30分間で終了となりましたが、朝一は本当に動きますね。そして追加の交換できる分、より5マイナスで板薄かったんですが、一気に上がりましたね。まあ、正直これやりにくかったと思います。また日経採用の9101優先、9104商船三井も良かったですね。利益確定のご報告もいただきましたが、薄利でもですね、ワントレード2万円というのは十分ですから、これを積み重ね、1日2桁のプラスを目指していきましょう。本日、利益確定された皆様おめでとうございました。来週月曜日の注目銘柄は現在6銘柄となっております。PTS の動きで注目銘柄を変えることがありますが、一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目。今日できないともないながら上昇、盛り上がりました7014名村造船所になります。日経500採用銘柄の定位株になります。できないともないながら上昇して225円で終えております。今日もできたか717万株プラス 9.75% のプラス20円で終えておりまして、この流れですね、通過どうか注目して来週見ていきましょう。2つ目4755楽天、材料が出た銘柄となります。こちらもできたか、伴いながらですね、急増ということで、上髭をつけており、陽線となっておりますが、直近のですね、高値を、これをブレイクして終えております。終値が1245円、プラス 8.63% で終えております。今日もできたかは5844万株と、かなりの商いとなっております。月足週足で見てもですね、これからトレンド、上方向に行ってもおかしくないチャートとなっております。今日はですね、この出来高、商いがですね、かなりのものとなっておりますので、利食いが来週入る可能性がありますけれども、朝一利食いが入ったとしても、それを消化して上に行けるかに注目して、こちら見ていきましょう。3つ目、5563、新日本電工になります。こちらも定価となっておりまして、商い伴いながら上昇、317円、2月の高値をブレイクしております。今日の出来高637万株プラス22円の 7.45% のプラスということで終えております。クリームゴールデンクロスしてから上昇となっております。各体も上蓋となるものが特にありませんので、さらなる上昇があるかどうかに注目をして見ていきましょう。4銘柄目です。7012川崎重工業日経平均採用銘柄となります。1月につけた高値を本日ブレイクしました。プラス 5.53%、 143円のプラスで、終値2725円で終えております。出来高348万株ということで、しっかりと商い入っております。5銘柄目7013IHI、 こちらも日経平均採用銘柄となります。こちらも出来高伴いながら上昇、2220円で終えております。直近の高値を超えたということです。出来高は401万株入っております。プラス 5.36%、このブレイクがですね、きっかけとして来週一気に上値を取りに行くのかどうか、こちらを見ていきましょう。最後6銘柄目3659ネクソンです。こちらも日経平均採用銘柄となります。こちらは本日 MACD ゴールデンクロスと変化しましたが、2月19日につけました高値3640円、これをまだ捉えておりません。これを捉える動きが入るかどうか、そして捉えた後の動きですね、こちらも注目して見ていきましょう。東証一部の銘柄、日経採用銘柄となります。以上6銘柄です。これらの注目銘柄と合わせて、皆さんご自身でチェックしている監視銘柄含めましてですね、チャート板を見て判断しながらトレード来週頑張っていきましょう。また株式投資塾であります価値株、現在塾生を募集しております。副業でお小遣い稼ぎしたいという方もですね、専業トレーダーを目指したいという方も、ぜひ仲間と一緒にですね、技術を学び頑張っていきましょう。入塾ご希望の方はぜひお申し込みください。本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と、今日の内容少しでも良かったという方はぜひ高評価ボタンお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。来週月曜はデイトレ塾ありますので、塾生の方はしっかりと土日休んでいただいて月曜に備えてください。それでは失礼いたします。